こんにちは。今日は私が実証した苗の紹介なんですけども、これは不入り狙いではなかったです。私は交配種、園芸種の中で、最初の頃、主典童子がとてもすごい綺麗な苗だなと思って、主典童子を頑張っていち早く入手したんですね。苗が大きくなって、花が咲くようになって交配したいなと思ったんですけども、なかなか主典童子と交配する苗で良さそうなものがなくて、その時咲いていた花が紫オブツーサだったんですね。ドドソン紫オブツーサ、それで 交配しました。16年ですね。16年未生だったと思いますけども、それでいくつかできた、少ないですけど、いくつかできました。その中で一番、サイズが大きくて、見栄えがあるのがこれなんです。これが一番見栄えがあるという、少し残念な感じです。主典童子、皆さん、わかると思うんですけども、表面は、主典童子譲りですね。葉っぱの形とか、少し主典童子の場合はもう少し扁平になるんですけども、それで裏窓はないです。ただオブツーサを少しかけたことによって、オブツーサ交配にしたことによって、若干ですね、裏窓らしきものが出てる感じがします。これは成長とともに変わるんでしょうか、ちょっとわからないです。まだ2.5号鉢でこんな風に小さいサイズなんですけども、表側の窓は主典童子譲りですね。綺麗な感じで LED 栽培なんですけども、ちょっと色づいてますね。そういう面は主典童子の遺伝が強かったのかもしれません。で、オブツーサーかけたんで、もっと裏窓出てくれればいいなと思ったんですけど、まだそれはお預けのようですね。これからどうなるかわからないですけども、まあこれも、変な交配。なんで交配したかというと、そこに君がいたからという交配になるんですけど、そういう交配も、まあやってみると面白いのできるかもしれません。まあこれ面白いかどうかは別にして、成長を見守って、自分の実生なんで大切に育てたいと思います。はい、それでは簡単ですけども、今日の動画はこれで終わります。今日水替えして、私のお気に入りコーナー、生き生きしてます。これは。やっとオブツーサ系ですね。花芽が上がってきたりして、これなんか、これ、カメラが。そうですね。これなんかは花芽が見えてきましたね。で、ゴーストになってくれって感じ。はい。それでは交配シーズンもそろそろ間近ですので、忙しくなってくると思います。毎日花粉をつけたいと思います。チャンネル登録ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。Have a nice day!